2019年10月50周年を迎えたテレビ熊本の番組ワカットランドで50個のからくりをつなげた巨大装置を制作することになりました。企画では強力な助っ人として崇城大学ものづくり創造センターで集結したからくり研究会が協力してくれることになりました。今何をしてらっしゃる装置なんですか？これ今はメタル芋虫という一つ機構を作ってるんですけど、それの設計についてちょっと話し合ってたところで、金属使って加工した方がやっぱ機械工学科らしいものが作れるかなと思って、金属を使ってベアリングなどを使って作っています。からくり研究会はイメージを形にすることを目的に、ものづくりが好きな工学部の学生が立ち上げました。食べ物を取り入れてみたいなと思ってて。いいじゃないですか、太陽今までも、うん、例えばバナナみたいな果物をさらに乗せてこう転がってくるみたいな、うんうんうん、でそれを誰かに食べてもらえるような仕掛けをしたり、空気の力でそのビー玉とかを飛ばしてやっぱスピード感がある感じにしたいかなと。あ、空気砲的な感じですか？はぁ、い、面白い。今自分が4年生で研究室で草刈りロボットを作ってるので、そちらを使ってからくりを動かしていきたいなと。工学部を中心としたさまざまな研究室や課外活動のフォーミュラカーやロボット研究会などのアイデアを組み込みました。この前大会がありました、うん、それで使ったドローン、一応市販のものなんですけど、市販作ったのかなと思っちゃって、もちろんもちろん、そう、なんすか？これ学生フォーミュラーっていう活動で作った車なんですけど、多分学生なのであくまでその自分たちが学業で学んでいる設計能力だったりっていうところをこの車作りに生かして、全部学生の力で車を作って、学生が運転するの？学生で運転します。本番まで1ヶ月、からくり装置の製作作業は連日夜遅くまで続きました。ビー玉使ったからくりを考えていて、コロコロって転がって、お、あ、なるほど、こんな仕組みをね思いつきませんね。これだって絶対ゴルフでしょ。で、しかも釣り棒すごい。ボールが落ちたらこう、そうです。あ、でこのボールが1個ずつせき止めて流して、せき止めて流して転がるようにここで調整すると。そうです。どういったところが難しい？いや、もう完全に手探りなので、もうやったことないことばっかりで全然うまくいかないことばかりです。どうですか、間に合いそうですか？いや、なんとか間に合わせました迎えた本番当日。まずは常盤さんがドローンを操縦して、一つ目のからくり、一番の難題、さあ行きます、行きます、繋がっています、さあ、いいよ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 、さあ、そして電動草刈り機が紐を切って下からボールが出てくる、さあ、ボールが46人がしっかりとこの全ての装置を組み上げました。さあ、ドミノに入って、さあ、そして陳年さんが、陳年さんのところパチンコ玉で止まるのか、ここで止まってしまうか、やったー、人間の仕掛けとなって何をする、さあ、違うボタンを押した、さあ、そして魚が動いて、小林さんの釣り、ボーリングのピンを倒すとまた左上の仕掛けへと移ります。38個目の仕掛け、しかしここでまた止まってしまった。ここで残念ながらチャレンジ失敗ということになります。今まで止まることのなかった場所での失敗、悔しい結果になりました。せっかく作り上げたからくり装置、
ここからは会場の時間の許す限り挑戦していきます。今まで止まってないところで止まることがほとんどだったんで、本番は何が起こるか分かんないなって改めて思いました、ね、いや本当にもうこれで完璧だって綺麗に決まってくれる、そういう終わり方を期待しています。しっかりシワ伸ばしとかないと、どうせ大丈夫だろうみたいな感じで思っとったらもうダメっす、アウトっす。そこはそして迎えたチャレンジ1回目。はい、行ってらっしゃい。はい。